ハインリヒクレイは、ドイツのイラストレーター、画家である、カールスルーエの銀サイク氏の息子に生まれた。1880年から1885年の間、カールスルーエの美術学校で、フェルディナント・ケラーに学んだ。カールスルーエで壁画などの装飾画を描き、カールスルーエ、ミュンヘン、ベルリンの展覧会にも出展したが、画家としての成功は限られたものだった。 美術出版会社、カールアホフカンストハンドランベルトンの注文で1897年から1898年に、ドイツの街の景観を100点ほど描き、これが絵はがきとして出版された。この絵はがきからクレーを知った、製鉄会社から1901年に製造現場を描く依頼を受けた。精細な表現が好まれ、第一次世界大戦が始まるまで産業界から、 画集や油への依頼を受けた。一般市民がクレイの名前を知るようになったのはミュンヘンで出版されていた社会風刺雑誌ジンプリチシムスに1908年にグロデスクなペン画が掲載されたことによってである。戯れに描いたペン画を雑誌の出版人のアルベルト・ランゲンが注目したもので、ランゲンの出版社からグレイの画集が出版された。グレイは1909年に ミュンヘンに移り、ミュンヘンで出版されていた青年向け雑誌、ユーゲントの挿絵画家としても働いた。また多くの書籍の挿絵の注文を受けるようになり、画廊の経営者とも良い関係を築くことができた。第一次世界大戦とその後のインフレーションによる損害は、1922年の最初の妻の死もあって、画家の活動を停滞させたが、1928年に再婚し、 雑誌の仕事を再開した。ナチスが権力を握った後、雑誌の仕事を止めたが、画集のいくつかは、発金の処置を受けた。第二次世界大戦が終わる、少し前に、ミュンヘンで亡くなった。グレーのイラストは、ウォルトディズニーカンパニーに参加したジョーグラントによって、ウォルトディズニーに紹介され、ウォルトディズニーは1964年の TV のインタビューで影響を受けたと述べたとされ、現在も、 アメリカで人気が高い。ありがとうございます。